リサーチャーと連絡が取れた。状況は伝えてある。この先で一度落ち合うことになった。不安か？ギークのこともあったからな。不安に思うのはわかる。でも大丈夫さ。リサーチャーは信用できる。あまり期待しないでおくわ。さあ、行きましょう。聞いてもいい？リサーチャーみたいな信頼できる人がいたのに、どうしてタクヤはグループを抜けたの？さあ、昔の話はしない。ただ。昔の拓也に何があったのか。よくある話だ。俺はあの時でかい案件を任されて、だが途中で上が手を引いたんだ。俺は責任を押し付けられた。グループを追い出されちまった。ひどい。でかい組織では時々起こることだ。多くの人の幸せのために個人を切り捨てる。別に間違った考えじゃない。バカみたい。そのうちあんたにもわかるさ。大人になれば。力を。行け。簡単だったね。いよいよだ。この先でリサーチャーが待ってる。でも敵も強力になってきたわ。ああ、全力で挑まなきゃ。勝ち目はないかもしれない。事前の準備も大切よ。魂の強化もしながら進んでいきたいわね。さあ、また強そうな敵がやってきやがった。ただの神父じゃなさそうよ。ものすごく邪悪な力を感じるわ。気を抜けないな。リサーチャーの協力があればこの先楽になるはずだ。あと少し気を抜くなよ。お願い。行け。簡単だったよ。先を急ごう。久しぶりね、タクヤ。ああ、久しぶりだな。早速だけど、いいニュースと悪いニュースがあるわ。相変わらず回りくどいな。悪い方から頼む。変わってないわね。悪いけど、あなたのこと上に報告したわ。その少女を捕らえて差し出せと命じられた。そうか。お前たちのグループは謎の組織とやらとつながっているんだ。そのようね。で、いいニュースってのは？交換条件を取り付けてきたの。少女を渡せば上は昔のことを水に流してあなたを再びグループに迎え入れてくれるわ。変わったな、タクヤ。悪いが、この話はなかったことにしてくれ。一切忘れて俺の前に二度と姿を現すな。